四方、子供曳山祭りは、富山県富山市四方地区にて、毎年4月29日に行われる、四方神社の春季祭礼と、9月23日に行われる、神明社の秋季祭礼である。江戸時代中期より始まったとされる曳山祭りは、獅子舞、神輿並びに6基の曳山が引かれていたが、1945年の大火により焼失した。その後、戦後に小型の曳山を建造し子供曳山として復活したものである。現在は12町により曳山と獅子舞、子供みこしを春季、秋季の祭礼で神社でのお祓いの後、林にそれぞれの町内を巡行する。2018年春の祭礼より12基が6基2列で、揃って練り歩いている。また、家内安全祈願の風習として、近くの八重津浜から持ってきた砂を、各家庭の前の道路に山盛りにし、それを獅子が蹴散らし清めその後みこしが登御する。2006年には、山の文化財100選に選定されている。曳山は高さ3から4メートルの小型のもので、高岡のお車山を小型にしただんじりに鉾柱を立て、鉾柱の上部に造花でできた花をつけた咲竹を放射状に広げた花出しで、鉾柱の先端には標識と言われる鉾留めがあるものもある。車輪は4輪の第8車様式で、夜叉または板車である。現在西港町、東港町、新室町、高台町、南町、一番町、東野割町、恵比寿町、田町、新名町1945年以前一番町、二番町、上中町、北中町、恵比寿町、野割町西野割町四方、子供曳山には、古くから口頭で伝わる栄華があり、1960年代頃まで、曳山巡行の際子供たちが、おっぺけ大三能や能やのやと歌いながら、町内を巡行していたが、楽譜などがなく、録音音源も残っていないため廃れていった。2019年、平成から令和に元号が変わるにあたり、栄華復活に向け、歌詞を郷土史などの文献より、旋律は地元の住民より聞き出し、四方小学校4から6年生の児童や地元の住民によって歌の CD を制作し、各町内に配布。50年以上の時を経て2019年の祭礼より CD を再生しながら曳山を弾く。ありがとうございます。